おはようございます。スルメバです。本日は折り立てから雲の平を目指して登っていきます。関係ってあるんですか？だって2週間安静してる。すごいベンチ。でもまだ薬種。おお。薬種だけど。おい。あれがこ。ああ無事。まだまだ遠い。木道です。薬師岳。太郎平。なんか太郎だよ。5キロ歩いた。あと3キロで太郎だよ。結構2000メートル。やばいな、この天気すごい。雲が一個もない。かすかに太郎平小屋が見える。もう太郎平小屋も見えてますね。もうこういう感じで太郎平まで2キロ。薬師岳が立派ですわ。そこまで2キロ。もっと近く見えるけど。あ、達成することもあるかもしれないけど。2人なので。太郎平の天場かな。で、結構登るね。立派ですわ。出てきた、はいはい、赤い屋根が。ふう、お疲れ様です。10時半。3時間半ぐらいか。生ビール入れてます。こちらの方を焼くの。こちらが乾燥室。はい、こちらが洗面室。はい、さあ、こちら、はい、行きます。やばすぎ。全部見える。
場だけで水晶だけ。薬師岳が2926メートル、600メートルくらいガンと上がる感じだ。一気に岩登り。いや、やりがたく、おー、綺麗に描いてるに落ち着け。涼しい。山頂線。風が気持ちいいですね。標高が上がって息が苦しくなってきた。しかし青空すごすぎる。
12時半薬師岳山頂になって、あれは避難所か。すごい。おお。うおお、なんじゃこりゃ。そう、見えてる雲がちょっと合ってる。 あれが剣ですかね。おお、すごい、こんなに北まで来たの初めて。剣が、うん、素晴らしい。あれ北薬師か。出ましたね、老朽化で。あ、そうなんですね、去年。そう、薬師様は毎年下まで降りるけど。中の薬師さんね、もともと冬になると降りるんだけど、はい、また新築して開山祭になってて、へえ。太郎平小屋、遠いな。下って、下りじゃね、名残惜しいけど帰りますか。どこから来たんだ？今日東京から来ました。どういうルールだよ。それまではバス？そう、バスで朝6時40分着いて、コースの状況が地図から読めると思います。そういうポイントを拾っていただいて。
庭園の近く。すごい。